第五神事の博覧推理ファイルは、長崎少子による日本の推理小説のシリーズ。第一作となる、闇の伴奏者は2012年4月20日に、新潮社から、副題、第五神事の了期事件ファイルで、単行本が出版された。2015年3月1日に、新潮文庫版が刊行された際に、副題は、第五神事の博覧推理ファイルと解題された。 フリーの漫画編集者である、第五神事が、漫画や映画、歴史や食べ物など多方面にわたる博覧狂気ぶりを発揮し、舞い込んでくる事件を解決していく様を描く。2015年に、ワウワウで、テレビドラマ化された。2018年には、シリーズ第三作、編集長の条件、第五神事の博覧推理ファイル、が、闇の伴奏者、編集長の条件のタイトルで、 テレビドラマ化された。水野勇気は、足間俊子から依頼を受け、新たに見つかった学校が個人である、足間ふみかのものであるか、違うのなら誰が描いたのか、を調べることになる。その学校で描かれている物語は、漫画家と呼ばれる人物が次々に女性を拉致しては、殺していくという、おぞましいもので、実際に35年前に起きた事件に告示していた。勇気は、 フリーの編集者で漫画に造形の深い大悟真珠の力を借り、共に調査を進める。大悟は、学校の中に隠された伏線を手がかりにして、学校にはまだ発見されていない続きがあるのではないかと、推測。味間プロの小沢から、当時のアシスタントのリストを入手したり、足間の編集者であった、和ズの話を聞いたりして、調査を続けるうち、森田というアシスタントの存在が浮かび上がる。 一方で、独自に調査を続け、漫画家の正体を突き止めた漫画編集者を名乗る男は、漫画家に自分にも狩りの仕方を教えるように迫る。漫画編集者は、自宅地下室に獲物となった女性を監禁し、同時に漫画家も軟禁状態とし、監視下に置く。そして、勇気と大悟が真相にたどり着かないよう、学校の続きに、 森田の偽の署名を入れるアイデアを思いつき、漫画家に学校を持ってくるよう伝える。漫画編集者は、現在監禁している女性を処分し、次の獲物として、勇気を監禁することを無双していた。その頃、勇気と大悟は、森田が10年前に自殺していたことを知る。罪の意識から自殺したとも取れるし、10年前では、事件との間隔が開きすぎていて不自然である、とも考えられる。 調査は行き詰まったかに見えたが、大吾は、学校の中に見られる癖が以前にも、別の漫画家の作品の中にあったことを思い出す。その作品に関わったアシスタントが分かれば、漫画家の正体に迫れる、と意気込みその作品の出版元を尋ねる。ちょうど同じ頃、勇気は、足間俊子から小沢が休止したことを伝えられた。小沢から前日に、 学校の続きが見つかったと連絡を受けていた結城は小沢の家へと向かう。大悟は早期社の社長や専務に壊れ漫画ブレイブの編集長となった。そこで前任者であった南部正春がビルから転落死したことや殺人の可能性があることを聞かされる。一方、結城は足間敏子から紛失していた学校を南部が寄贈してきたことについてその出所や 南部の市がその件に関係しているのか調査するよう依頼される。早期者で再会した大悟と結城は再び協力して南部の市の真相を探り始める。調査の過程で大悟は編集者の綿抜きがコミックスープレックスという会社を通して不正に金を請求し横領を繰り返していたことを突き止める。同時期に結城も漫画専門で闇の交流を行っている。 コミックスープレックスに行き当たっていた。綿抜きを問い詰め、南部が漫画ブレイブ刷新の切り札として、ある、紙芝居作家に目をつけていたことを知る。紙芝居作家の年長は、南部が自分の元を訪ねてきていたことや、南部が年長の描いた下山事件の漫画に興味を持っていたことを二人に話す。下山が暴殺ではなく自殺だったとする漫画の結末を受け、第五は、 南部の死も自殺だったのではと考える。だが勇気は納得がいかず、再度南部が落下したビルを訪れ落下する姿を目撃した老婆に出会う。南部が落下する際、奇妙なポーズをとっていたらしいと勇気から聞かされた。第五は南部が自殺ではなく、ある人物によって突き落とされた可能性に気づく。南部は編集者を侮辱するとき、 その編集者が担当する漫画の主人公の決めポーズを真似て揶揄していたからだ。事件は解決し、第醐は編集部を辞めることとなったが、南部が残していたケーキ屋の電話番号に電話をかけ、意外な事実にたどり着く。漫画ブレイブの編集者たちを無能と罵倒していた南部だったが、裏では彼らがリストラされた後の受け皿となる雑誌の創刊のために奔走していたのだ。 2015年4月11日から5月9日まで闇の伴奏者のタイトルでワウワウの連続ドラマ W 土曜オリジナルドラマで放送された。前後は主演は松下奈緒と古田新太。第2シリーズ闇の伴奏者編集長の条件は2018年3月31日から4月28日までワウワウ土曜オリジナルドラマで前後はが放送された。 主要人物第1シリーズ第2シリーズ DVD、ブルーレイ闇の伴奏者に関するカテゴリー、闇の伴奏者、編集長の条件に関するカテゴリー、ありがとうございます。